欲しいわけでしょ。そうですね、新しいことする。はいはい、最近なんか初めて新しいことがあるんですか。と、うん、そうですね、終了時間切れ。最近覚えた新しい料理とかあるんですか。その食べたことなかったけど最近食べてハマりましたみたいな。あ、あります。はい、終了時間切れ。今すぐ答えてください。あ、お寿司。あ、何が好きなんですか。お寿司は、はい、元々は
こうさ顔を見合わせたりする場面があったりとか、あと結構ねアイアイのことが見える位置が多いのかなと思ってて、アイアイは気づいてないんだけど結構隣とかなんかチラ見したら結構見える位置で、でもやっぱり初日はすごい緊張してるなとか、あ気管取れながらやってるんだとか、すごいなんて言うんだろう な笑顔なところもあったんだけど、ちょっと緊張してるなって思う部分があったんだけど、最近のライブでアイアイの顔を見るとすごいこっちまで嬉しくなるっていうか、なんかね楽しんでやってるのもいいなと思うし、あと目が合う時にさ肩が炎上したらさ楽しんでするのもすごく嬉しいなって、はい、思いますね。やっぱツアー楽しいよね。はいね、はい、アイアイの話し方がなんかのんびりっぽくていいね。なのでね。
スペシャルコメンテーターアンジュルムの相川真帆です。それでは今週のスペシャルなお客様をご紹介しましょう。今日も素敵なアンジュルム和田彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も素敵な、まあ、そうですね、はい、さて和田さん、はい、今日は私たち2人とリスナーの皆さんにどうしても紹介したい初夏の一押しがあるんですよね。そうですね、初夏の一押しの展覧会があります。六本木の国立新美術館で開催中のルーブル美術館展、日常を描く風俗画に似るヨーロッパ絵画の真髄です。さすが和田さん、今回もとってもアカデミックの、あの風俗画って割と小さい作品が多い